はい、ありがとうございます。先ほどまではそもそも海外に興味を持ったきっかけっていう部分と、うん、初めての就職っていうところを何をされてたのかっていうところをお聞きしたんですけど、はい、この動画ではその後何をしているのかっていう部分含めてちょっとお伺いしたいなと思っていて、はい、ニュージーンで働かれてたというところなんですけど、それって何年くらい働かれてらっしゃったんですか？全部で16年、うん、いやもう大ベテランそうなんですねその後は何されてらっしゃったんですか？はい、今は国立大学の大学病院で小児医療センターの病棟の保育士をしてます、うん、あ、そうなんですね、はい、大学病院に保育士さんはいらっしゃるんですね。はい、長期療養の子どもたちがいるので、うん、そこで保育園や幼稚園のような工作をしたりとか、うんうんうん、お歌歌ったりとか保護者の方に寄り添ってお話を伺ったりとかっていうようなを今はしております。なるほど。長期療養のお子さんってどういう方が多いんですか？うんうん、白血病だったりとか小児がんのお子さんとかが長期の子は多いですね。なるほど。ちなみになぜそこに移ろうと思われたんですか？私自身が高校3年生の時に部活の合宿で熱中症で倒れて1年間入院生活をして、私よりもっと小さな子どもたちがそこで長く入院しているっていうところでは、そういった仕事をいつか子どもに寄り添う仕事だったり子どもたちの心のケアがいつかしたいなと思っていて、それがチャンスが来たっていう感じで今。そうなんですね、はい、実際働き方としてはどういう感じで働いてらっしゃるんですか？はい、うん、平日の仕事なんですが、朝は子どもたちのご飯一緒にあげたりとか、うん、工作したり、はいはい、保育園みたいにパネルシアターとか絵本読んでお歌歌ったりとかもしますし、はい、NICU とかで小さな赤ちゃんたちの保育をしたり、ご家族に寄り添うような仕事をしてます。なるほど。実際そういう職種って各大学にあったりするんですか？今の時代は結構どこでもあるようになってきてますけど、はい、保育園の先生みたく保育士がたくさんいる場所ではないので、うんうん、そうですよね、はい、大学病院だと小児科病棟自体も人数が少ないと思うとすごく稀な感じの存在ではあります。はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます。とはいえちょっと僕また聞きしたんですけど、はい、三上さんって日本だけじゃなくて海外も結構行かれてるっていうところ聞いたんですね、はい、ちなみに三上さん今何カ国ぐらい行かれてます？数えたことないですけどでも20は行ってますか？20ぐらい。20は行ってると思います。で僕もう一つ知ってるのは、はい、ただの観光もあるんだけど、うん、はい、個人回られてるって聞いたんですけど、それは本当ですか？そうですだから病院とか、はい、やば海外旅行でそこを見に行ってる方ってあんまり僕聞いたことなくて、ちなみになんで海外とかの病院とか個人とかを行こうと思ったんですか？その前の仕事のニュージーンっていうところが、はい、日本のことしか知らなかったので、他の国にもそういうところがあるんだったらどんな風に生活を子どもたちしてるんだろうとかっていうので見てみたくて、ネットで調べたり現地の人に聞いてみて、ほぼ突撃みたいな感じで行ったりとかマジですかちなみにニュージーンで働かれてた時の何年目からそれを始められたんですか？3年目ぐらい。早い早いな。あ、そうなんですね、はい、ちなみに海外のことを知りたいって思うじゃないですか、はい、実際行ってみて普通に紹介とかしてもらえるもんなんですか？本当に最初は保護されてきた子どもたちのトラウマケアだったりとか、そういう最新の治療をしている施設があるっていうのを資料とかを見たり、そこで行ってきた人の話を聞いて、その名前をそのままインターネットで検索して場所どこにあるんだと、はい、だったり、まあ、実際に行った人にどうやってアポが取れるのかを聞いてみて、はい、旅行に行ったついでに1箇所ぐらいはそういうとこ見てみたいっていうので行き始めたのがきっかけです。あ、でも確かに普通の観光だけじゃなくて、はい、自分が今やってる仕事に親和性の高い場所に行って、うん、そこで勉強するっていうのは確かにありかもしれないですね、うんうん、そうですね。ちなみにアジアは行きました？行きました。アジアはどこに行かれました？カンボジア、はい、タイ、ベトナム、うんうんうん、そんなものかな。なるほど。アフリカとかも行きました？はい、アフリカ行きました。アフリカはどこ行ったんですか？はエチオピア。エチオピア、はい、なるほど。ヨーロッパは行ってます？ヨーロッパは日本に赤ちゃんポストができた時にドイツのベビークラッペっていうのをモデルにしたと聞いて、クリスマスマーケットに行くついでに見てみたいと思ってドイツに行きました。すごいなそうなんですね。じゃあヨーロッパも制覇。はい。アメリカは？アメリカはそういうトラウマセンターみたいなところに行ったりとか、はい、はい、ちなみにトラウマセンターってどこにあるんですか？
マサチューセッツ州です、ね、あそうなんだ、はい、じゃあもうアメリカ大陸の北米は OK、はい、中南米はどうですか。ボリビアとペルー。あボリビア行ったの、はい、じゃあウユニ塩湖見に行ったついでに見に行ってる、ね、そうですもちろんですオセアニアもあります。オーストラリアですか。オーストラリア、はい、は里親支援の機関があるのでそこに、はい、行きました。はいありがとうございます。世界一周おめでとうございます。個人の世界一周ってあんま聞いたことないけどね。ちなみに一番印象に残ってる国ってあります。一番最初に行った個人で、うんうん、カンボジアの個人がやっぱり一番印象に残ってますね。それは何が一番記憶に残ってるんですか。日頃のニュージーンで働いてて、うん、国やいろんなに対する不満とか、うんうん、いろいろ抱えながらいた中で、うん、現地に行ったらまず生活費から全てを自分たちで賄わなきゃいけなくて、さらにそこで保護されてくる子どもたちの教育もするっていうところでは、うんうん、私ってすごく恵まれた環境で働いてたんだなっていうのがすごくインパクトが強くて。なるほど、はい、そういうことか。三上さんは日本で働いてて不満もあった、はい、そこは仕事に対しても含めて、はい、それを持ってカンボジア行ってみたと、はい、カンボジア行ったら恵まれてるかもしれないな。なんかもっと多分日本でできることはあったんだなっていうところを、はい、ね、あそうなんですね。ちなみにそこは、個人っていうところなんで、はい、いろんなバックグラウンドを持った子がそこに入られているみたいな施設だったんですか、うんうんうん、そうですね。本当に経済的理由で子供をある程度大きくなると田舎だと、まあ、農作業とかで働き手の一つとして子供が重宝されたりするらしいんですけど、はいはいはい、小さな赤ちゃんだったりとか、うん、まあ、病気を持ってたりすると、うん、生活に家族が大変で個人に子供を預けざるを得ない人が多いとか、うん、カンボジアでも精神疾患を抱えている家族の方で育てられなくてっていう方たちが多いって聞きましたね、うんうん、なるほど。じゃあ日本でもカンボジアでもバックグラウンドで来てる人たちはそこまで変わらないっていうイメージがあるんですか、はい、ちなみに今カンボジアのお話なんで途上国の話したんですけど、はい、先進国とかで印象に残ったところとかってありました。それはアメリカ の、 そのトラウマセンターに行った時で、はい、虐待を受けたお子さんとか法的保護を受けてるような子どもたちは治療が必要なんだっていう、治療のことなんかは全然考えずに働いていたので、うん、治療が必要なのかっていうところではすごくインパクトもありましたし、はい、それくらい大変なものを抱えてる子たちを毎日私は接してたんだなっていうのを改めて感じましたね、うん、そっか、来る子に対して治療が必要っていう概念ではなくて、うん、まあ、ただ寄り添えばいいかなっていうところの、うん、毎日、はい、生活に追われて仕事してたなっていうところでは、うん、なるほど、はい、ちなみに治療が必要ってどういう治療をしてるかっていうのを聞いたりしました。心のケアをするっていうところでは、熱が出るとか頭が痛いっていうのは本人が感じられることですけど、心が痛いってなかなか感じ取れないっていうところでは、それが後から乖離症状とか重くなるとそういった症状が出てきたり、鬱になってしまう子どもがいたりとか、そういったところをできるだけ軽くするとか治療的にケアをするっていうのを見ましたね。なるほど。ちなみに次行きたい国とかありますか。もちろんコロナでいろいろ行きたい国も行けなかったと思うんですけど、今一番行きたい国とかってあります。韓国。あ、韓国。いやいや観光になっちゃった。でもあの産後ケアの産後院とかで、はいはい、やっぱり今出産後に自殺しちゃうお母さんいたりとか、産後鬱になる方が多くて、なるほど、そういったお母さんのケアを今までしてきてたので、近場でどんなことをされてるのかとかをもっと詳しく見てみたいなって、うん、なるほどね、はい、韓国観光じゃなかった。まあ観光もしたいですけど。いやでも産後ケアのやつを見に行きたいって言って、うん、韓国に行きたいと思ってる人僕一人も聞いたことないです。本当ですか。多分周り誰もいないんじゃないかな。って思っちゃったりもするんですけどね。はい、ありがとうございます。こっから結構グローバルっていうところになっていくんですよね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの動画では三上さんがニュージーンで働かれてた、うん、あと今何しているのかっていう部分も含めてお聞きしたんですけど、うん、はい、次の動画ではアルマっていう団体の代表をされていらっしゃるっていうところもあるので、はいはい、ちょっとその部分お話をお伺いしたいなと思っております、うん、はい、じゃあこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。